します。ライオンズの先発は右の黒板、対するスワローズの先発はルーキーの寺島、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレーボールです。まずは1回の表、トップバッターは山崎、投げた、打ちました、ふらふらと上がった打球はサードフライ、掴みました。これではワンアウトランナー1塁という場面で大村、さあ5球目、セカンドゴロ、ゲッツーコースだ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ、ライオンズ。ワンアウトランナーなしという場面で山田、第9ライト高め、ボール、第2球打った、破った、ボールは中継、山田いいバッティング。自動的にスタート、三振、0対0で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で山田、外角低め、外れボール、1塁牽制、タッチセーフ、第2球打ちました、右中間へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。ライオンズ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で山田、打ちました、初球打ち、センター交代、掴みました、三塁はどうか、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。0対0で迎える9回です。ワンアウトランナー一塁という場面、山崎、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、第3球、打った、ボールはライナーに打ち、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第6球を投げた、打ちました、内野ゴロ、サード、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。